久保さん、暗号メッセージありがとうございます。受け取りました。で、いろいろとモヤモヤしてた部分があるんですけども、あの、今日のね、久保さんの暗号メッセージで、あの、確定しましたので、ありがとうございます。あの、ですかね、あの僕もいろいろやってきて思うことがあるんですけど、やっぱりね、 あの人はね変わっちゃうってことなんですよね。<laughs> 久保さんも昔破門したっていうね、まあ、これもあのちょっと耳に、まあ、詳しいことは分かんないですけどもあのちょっと僕の耳に入ってきたこともあるのでそう前は仲良かったけれどもとか前はすごいいい人だったんだけどもなんかか何かのあれで変わっちゃう。うん うん、で結構ね、僕もその紹介したりとかいろいろこうね、ねマトリアックスアフリートもそうなんですけども、その時はね、あれなんですけど、なんかそれ、なんだ、時が経つと変わるみたいなね <laughs>、やっぱあるので、だそういうのを見てきたりとか、体験すると、やっぱり信じれるのは己だなっていうのはありますよね。僕はぶれへんっていうか うん、だからこの億万長者合宿のやり取りも多分やり取りできるのは僕ぐらいしかいないと思いますので僕は多分分かんないですけど僕も変わるのかどうか分かんないですけど少なくとも変わらないという意思がねあのー、ありますので、まあ、変,わると変,わ変えないといけないところもあればあ変わっちゃいけないっていうところもあるので、うん、やっぱねじ自分が一番 ですねうん、自分が一番です。はい、<laughs> 自分の意思は自分で決められるんだけど他人の意思はやっぱ他人の意思に依存するので依存,という依存という言葉があれかもしれないですけど、うん、だから速果塾に入って考え方が変わって、えー、成功したとしてもその後 また変わるかもしれないですからいろんな考え方とか状況がねうんまあ僕もねいろいろやってきていろいろ体験してきてあの思うことですね、うん、だ自分はぶれないってことですねうんただまあだからまあうーん 難しいですね、でも。<laughs> 難しい <laughs>。だから、人選びというか、難しいですね。やっぱ変わる、変わっちゃうか、まあね、変わらない人ももちろんいるので、あれなんですけども。うん。難しいですね。はい。いってらっしゃい。